今回は JR 新潟駅からスタートです。試合情報の看板があったり、街頭にはアルビのタペストリーがありました。南口を出るとバスのロータリーがあるので、少し奥に進んでいくと臨時のバス停があるので、そこからシャトルバスに乗れます。スタジアムに到着しました。すげえ、この影がいいな、今度すげえ、でっけ見て、でかい。これ、なんか、どの音って何？なんか、白いな。そうそう。リラックスと、アルビラックス。ちょっと、おぉ。あれかな、ゴールラックスとか。はい、皆さん、こんにちは。坂旅チャンネルの咲田と、アイナです。今回は、J リーグ60クラブ巡り第14弾ということで、新潟県の電化ビッグスワンスタジアムにやってきてます。本日は明治安田生命 J1 リーグ第9節、アルビレックス新潟対鹿島アントラーズの一戦にやってきてます。新潟は今ね、2連勝中みたいで、しかもね、もう2人とも新潟の、もう愛してる新潟を聞きに来たと言っても過言ではないぐらい、愛してる新潟というちゃんと応援歌がめちゃくちゃ好き で、このスタジアムもずっと来てみたかったスタジアムなので、はい、本当に今日は思う存分楽しんでいきたいと思います。私たち今キックオフ4時間前に来てるんですけど、もう人がいっぱいいてびっくりしてます、うん。試合情報事前に見たんですけど、そのイベント情報が盛りだくさんなんで、もうこれは4時間前に来ても多分足らんぐらい、すっごいもりもりなんやなって感じてて、そのね、今回はできるだけ1個でも多くイベントを楽しんでいきたいと思います。それではアルビレックス新潟のホームゲームへレッツゴー。アルビレックス新潟では誕生日月の人と、初来場、アルビレックス新潟初来場の人になんかその限定缶バッジを先着50人で配布してるということで、私ら初観戦なので今日はそれをゲットしたいと思います。迷子です。迷子です。全然わかりません。もうマジでわからへん。ビッグスワンパークってさ、多分これ全部のこと言ってるやん、うん、の特設テントってどこのどれ？まあチューリップのなんか花冠作り体験みたいなのがあって、10時からやってるはずなんですけど、それがどこかわからへん。めちゃめちゃ迷子。これでもステージやから違うやろ。ほんまに分からへんし、ほんで総合案内所受付所で聞こうと思ってもまだ10時半から開いてへんし、もう迷子。もうでも探るめっちゃある。すげえ。アルビレックス新潟のホームゲーム、毎回じゃないと思うんですけど、今回このチューリップを使って花冠とあとブーケ、ミニブーケが作れるブースがあって、
私は花冠にしたんですけど、うん、なんかねアルビレックスっていう品種、うん、品種のチューリップと、あとバレリーナっていうちょっとねオレンジがかオレンジと黄色っぽい感じのこうグラデーションっぽいの外側がバレリーナっていうものになります。と黄色は分かんないんですけど、黄色となんかこの買って勝つようなイメージで、勝ち点3をイメージして作りました。後付け感がすごいですけども、今日はこれで、はい、アルビレックスを応援していこうや。はい、ね、恥ずかしいけど、ね、めちゃめちゃ目立つ感じでいきたいと思います。それでは他のイベントも楽しんでいきましょう。今回イベントでダムズさんのブースがあって、シュートスピードチャレンジっていうのがあって、ゲームに参加したら先着500名の方に配布されてるみたいです。選手の方々の記録が出てるんです。99キロとかめっちゃ速い。速いな。こんなさボールがさ顔面とか当たってるって考えたら怖いやんな。顔面は当たってへんわ。ガタンみたいな。どうした？回収して。はい、じゃあスワンパークその他にもいろいろあるので見ていきましょう。はい。まずこっちが、カナールステージ見よってっていう場所。ステージ見よってがこちらになります。で、これ結構試合案内のページでも使われてる写真なんですけど、ここにステージがあって、ここがスタジアム、こっちがスタジアムで、ここにスタグルがブワーって並んでます。なかなか電動の、あ、そうで、あそこって電動カー、あ、これやん、フードドライブと電動カートで遊んでる子供たちがたくさんいました。おー、すごい。わー、たくさんの人ですね。なんか他の J1 とか、このステージのタイムスケジュール、めっちゃ人いる。オレンジよ、すごい。アルビのホームゲーム来たみたいな感じ。うん、あ、踊ってはる。え、かわいい。かわいい。ここから私のブースをご覧ください。はい、ということで次はスタグルゾーンへ行きたいと思います。湖ちゃうか、スワンといえば湖って感じある。ほら、池、公園内にこういう水辺があって、その橋というかこうみんな並んでスタグル食べたり、こうレジャーシート引いてね、めっちゃいい、ほっこりしちゃうな。それこそスワンボートさ浮いてたら面白そうじゃない？なあ、アヒルボートとかね。前回はそう、ミトちゃんだった。あ、めっちゃみんなやってるよ。はい、もう目立つアイナちゃんが。こんな感じで、はい、スタグルをね今からちょっと散策しに行きたいと思います。あ、これちゃん、おにぎり食べたい。新しいな、塩むす。新潟前いいね。色合ってみよう。うん、
してもここじゃないな。がホームページの試合情報でバターチキンカレーが出てるのを見て、私バターチキンカレーめっちゃ好きなので、うわーもちもちポテトあるで。それ好きなお母さんとさ、サッチ何がお目当て？私はおにぎり、スムージー、削りいちごある。あなた好きね、最高。あなた好きね、マネタケノコやって。タケノコ、ここ一番もあるんで、すごい。肉巻きおにぎりあんで、ここ安い、500円やって、いつも600円。500円。バターチキンカレーってどこ？あれボボ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 カリー、ボボカリー、ボボカリー、あれあれあれ、民族みたいな。グルー迷ってます。本当のいっぱいありすぎて迷う。おにぎり買いました。どうしよう、なんかいい匂いなんだよな。チキンがね、もっかしで、新潟といえばバスセンターのカレーがめっちゃ有名なんですけど、それはちょっとね、昨日食べたっていうことで、はい、こちらはホームページ見てバスセンターさんのカレー食べるか、このカレー食べるかですごい迷ったんですけど、ちょっとバターチキンカレー好きすぎてちょっとこっちに行きました。はい、食べていきたいと思います。このボボカリーさんのカレーはアルビ盛りっていうプレート、あれもカレーかな、があったので、あれは数量限定で、結構あっちの前の人はみんなそれを頼んでました。アルビ盛りっていうカレーを次来た時はそっちにしようかなと思います。ではいただきます。あ、めっちゃいい匂い。辛い？めっちゃマイルドで美味しい。全然辛くて、辛いのダメだからめっちゃ美味しい。最後までご視聴いただきありがとうございました。次はスタジアム内での様子をお届けします。そちらもお楽しみに。後編もてんこ盛りです。バイバーイ。